はいどうもチェリーです。今回はね、これも毎月恒例になりつつある視聴者様からのお供え物でございます。本当にありがとうございます。もうね、はっきり言っちゃうわ、お供え物じゃあらへんで爆弾ですわ。お供え物じゃあらへんで爆弾ですわ。もうかれこれ今まで相当な数をね、いただいてきて開けてきました。爆弾じゃないもんあらへんから、ほんまにふざけたことばっかりしよって。今回もね、ちょっとすごいわ、ちょっと紹介していくわ。まず一つ目、はっきり言わしてもらう、危ない爆弾、完全に。まあこれ一つね。でもこれ次でラストやねんけど、これがねマジで何かわからん。でかいねめっちゃ。でもなんかやばそう、重さがあかん重さなってもうてる。これがね、変にもう持たれへんぐらいの重さやったら余計何ってなるけど、いやまあ予想はついとんねん、何が入ってるんかなみたいな。軽い時点であれしかあらへんからっていうことになってるわけ。こっちも数重ねてきとるから持った瞬間わかるわけですわ。うん、まあほんならこのいただいたお供え物ね、2つ、こちらでっかいけどばっくりな、あげたりますわ、あげたりますわ。チェリーズヤス、なんで毎回毎回開けていきますわいう時、喧嘩腰の時あるんやろな、もうようわからんけど。まあ1個目、この小さい方からいきましょうか。どっちがほんまか、ほんまっていうかな、その何メインというかね、分からんけど、一応小さい方からいきますわ。ちょっと怖いんやけど、大丈夫かな。毎回毎回ビビらされてるからね、ぎっくり腰なんでそろそろ。うわ来たで、いくで。これ多分見えとるわ、もうアマゾン箱の時点でね、大体隠されてへんから。せーの、ああー、おうおうおお、ごめんごめん、隠されてたわ。あ、ごめん、箱やがっつり箱でございます。で、メッセージカードついてるんで読ませていただきます。配送業者もみじより お納めください。もみじセンター、お前どないやっとんねん、これなんやねん、もみじセンターって。配送業者もみじ、もみさんは、そう、もみさんからいただいたんやけども、あなた業者ですか。業者の可能性出てきてる。まず1個目ほんなら行かしていただこうか。ちょっと待てよ、俺ちょっと予想はつかへん、何のキャラクターかっていうの。もうキャラとか言い出しちゃってるけど。おう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 、うわーこれ触っただけでわからんな。いきますて、せーの、ほい、メンディルスゾーン、メンディルスゾーン、やっば、うーわー、これもなかなかレアじゃない。ちょっと開けようか、これ怖いな、開けんの。ちゃんと上反るように開けて、反り上げるようにね。このフィギュアはなかなかレアよ。あの売ってるには売ってんの見たことあるけど、あんまり売ってない。売ってたとしてもちょっとお高いぞっていう系のフィギュアやったはず。嘘でしょ。うーわこれはやばいやばいやばい、汗かく、普通に汗もんやで。うん、来た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 、オーマイガー、浴衣のやつやん。俺浴衣あの1個も持ってへんからね。そう、こないだねアルベドの浴衣買ったので、初めて浴衣買うた思ってたら、お前さっき着てもうだがな。プレイングソードアートオンライン2浴衣ブル、うーわー、なんざこれおい。これこの絵柄見て、うちは持っとるからマジでアルベドとほぼ一緒やんな。ほんまに一緒やわ。うーわーこれはあかんて。あんた業者かい、
おわめちゃくちゃ可愛い。お部屋は編長お前。このでっか箱どないなっとんの。これもんですよ、1個目で。楽しみやのう。バカ、いよいよ爆弾処理班として上の見せどころやわ。ほんまに肩言わすで、確実にこれは。怖っ。ちょっと見て、ちゃんとじっくり見といて。開けるところ、この爆弾の処理の仕方っていうの見といて。危ないで、これ。いやー、これサイズ的におかしくない？なんか2個ぐらい入ってそうじゃない？俺多分入れるもん、こん中。前回のあの箱に入ってたんと一緒で入れるサイズ。大丈夫？見えてへんか？まだ袋に入ってんのかな？これが多いの！これが！なんでこれは俺の部屋にいっぱいあんの？毎回竜宮の使いか、これ。竜宮の使いが国王の家に憑依してきたぞ、これ。めっちゃ長いで、これ。どんだけ長い、これ。3メーターぐらいあるんちゃう？ほんでお前、またおまけにこれもんだ。手品しかなんかか、俺。これこいつどっからいっぱい出てくんの。後でカッターでプチプチ壊していく作業をしなあかんから。1個だけやったわ。1個で十分やねんけど、だいぶこの段ボールのサイズにしてはこの1個よ。で俺また多分入るで。がっつり入れるサイズよ。ほら、これ全然入れるやん。ちょっとまあ丸ごと全部っていうわけにはいかんけど、割と入れる。何してんの俺。ああ、もう毎回よいしょ。ほんなら次行っちゃおうで。ばっくりいきますね。こちらにもね、メッセージカードついております。でかいな箱。何やろ。こちらをお納めしがっつり飾ってください。もみじセンターな、引っ越し屋かなんかか、あんた。よう分からなくなってきたわ。もみじセンター、センター言うて配送業者もみじとか。確実に彼は業者ですわ。よし、行くぞ。まあ、飾ってください言うぐらいからね。確実にフィギュアでしょう。うわ、怖っ。誰？アスナ？流れ的に言うとアスナではあるよな、多分。えらいでっかい箱やな。ちょっと待ってな、俺、見ずに、ちょっと表面触った感じで当てるわ。さすがにわからんな。でもなんかあの表面は、いや当たり前やけど、表面ばっくりあの出てる、感じで、上のデコレーション的なはどんなの。横は開いてないな。いやもうわからん。開けてみな、わからん。ほな行っちゃうで。せーの、ほい。ごめん、絞りっぱなしやった。見える。オッケー。行くで、次こそ行くぞ。せーの、ほい。アイアムはジーニアス。アイアムはジーニアス。ふほえ。あららららららら。着物場かすかの空。おい、これはね、夏を意識して送ってくれたんか。もしかしてやけど。この浴衣も着物ももう一緒みたいなもんやんか。実際言っちゃうとどう違うんか俺もわからん。これここ行きやな、完全に。はっきり言わしてもらうで、ここ行きですわ。やったー、そらちゃん。ちょっとこれ絵柄見て、絵柄大丈夫、見して。大丈夫な。アミアミ限定版書いてるで、アミアミ限定版って。うわぁ、足の出具合、これじっくり見て。おい、こんなんええの。異常やで。
綺麗な箱ピッカピカやん。1/7言うて、これでっかい椅子に座っとるな。これベンチって言うんかな。めちゃくちゃ大きいで、これ横幅、まあ、めちゃくちゃではないけど、そこそこなサイズの椅子。あれー、こっついエロい流し目やな、これ。これ眺め上げてきてる感じ。これじっくりレビューすんね、またこの国王の手元で、あらゆる巧みな話術を使ってどっさりレビューしていくで。うわ、ちょっと待って、これやばいわ。花火かなんかの背景買おうかな。うん、なんかあるでしょ、どっかしらに背景かなんかわからんけどさ、ステッカー。この夏の雰囲気、うん、まあ今ちょうど8月やからこその、この動画8月ぐらい上がるかな、ちょっとわからへんけど。うわー、これはコロナでね、花火がどうたらなくなったらこうたら言うてるけど、花火上がってもうとるわ、下半身の方の。花火上がってもうとるわ、下半身の方の。いやー、うれしい。配送業者さすがやね。こんなもん隠し持ってたん？えらいもんやで、これ。嘘やろ、おい。最高ですわ、ほんま。頭狂ってまうやろが。非常に嬉しいの一言ですわ。ほんまにね。ありがとうございます。もう何としてでもね、こう、まあね、どっさり恩返せるかどうかわからん。恩というか、まあ、その、動画でね、国王の生き様をね、見とってください。ガッチンコでね、男の道ってもん見してありますんで、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。